ポンポンしていきますね。ポンポンする側は、まあ、自分がリラックスできてるようにしますし、この足を動かさない範囲でどこまでリラックスしてできるかなというのをまずやってみますよ。自分が緊張しないで、ちょっと足を動かしていって、ポジションを変えてみて、手のこういう先から足先の方で、頭の方も優しく慎重、ワックスついてで、軽くやってきたら徐々に自分がリラックスできる範囲で少しずつ重くしていって、相手の状態を見ながら、日曜だからっていつまでもゴロゴロしないでよ、寝なさいよ、そういうそういうそういう慣れるんじゃないですか。こんな奥さんは嫌だ。結構動かした時にどこが動いてるのか動いてないのか見えてくるじゃないですか。この辺のこれとかマッサージ、ね、そうそうそう、くすぐったいな、痛いほどじゃないけどちょっとテンションがあるなみたいなのがあるので、程よく指先とかね、優しくしてあげて、首とかもそうか、このムチの重さをこうかけてやってるだけでもいいですよね、リラックスして。この背中の背骨の両サイドのライン、ここそこそこですね、やってみましょう。動画が気に入ったらチャンネル登録お願いします。